それでは定刻になりましたので、これから記者レクの方を始めさせていただきます。説明の方は健康長寿室長の方からさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨日5月12日 PCR 検査の結果陽性が判明いたしました。県内57例目の新型コロナウイルス感染症患者につきましてご報告申し上げます。県内57例目の患者の方の年齢及び性別は20代の女性でございます。居住地につきましては甲府市内、職業は会社員であります。この方の症状経過につきましては5月12日に39度の発熱、同日帰国者接触者相談センターに相談があり、市内の医療機関 A を受診し入院されました。この医療機関 A において PCR 検査を実施したところ陽性であることが判明いたしました。本日5月13日県内の医療機関に入院をされました。行動歴につきまして発症日の5月12日の2日前、5月10日は会社は休日で買い物以外は自宅で過ごされ、5月11日は会社に出勤されております。5月12日は発熱の症状のあったことから会社は休まれ、市内の医療機関 A を受診し入院をされております。会社内および外出時はマスクを着用していたとのことでございます。濃厚接触者につきましては同居の方1名について本日 PCR 検査を実施し、結果につきましては本日中に判明する予定でございます。また会社内におきましてはソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用による感染防護、手指消毒の実施などにより現時点において濃厚接触者に該当する方はおりません。以上が現在までに判明している内容でございます。57例目の患者様の一日も早い回復と退院をお祈り申し上げます。以上でございます。はい、それでは、質問の方を受けさせていただきます。手前にございますマイクをお使いになって挙手の上をお願いをしたいと思います。いかがでございましょうか。どうぞ。山梨日日新聞宇賀神です。現在この女性の症状を教えてください。はい、本日は、熱が37度台ということで、重症ではないと報告を受けているところであります。発熱の他に症状というのは特にはないようです。わかりました。他にございますか。朝日新聞長沼です。ご苦労様です。今のに重ねてなんですけど、重症じゃないっていうのはその軽症というふうに考えてよろしいですか。この表現につきましては、すみません、病院の方からお聞きしたところ、そういうコメントが出ておるものですから、病院が報告してきた内容をそのまま今、述べさせていただいております。一般的に考えて、その37度、それ台っていうのは、ごめんなさい、37度の後半と、その37度の前半だとだいぶ違うと思うんですけど。報告がそういう報告ですので、37度台で重症でないという報告しか得ていません。
少しましたごめんなさい。さらに、その例えば人工呼吸器であるとかそういうものをつけて入院しているわけではないということでしょうか。はい、そうですね。病床はそうすると一般病床というかその感染症の、対応するような病床にいらっしゃるわけでしょうか。はい、そういうことになります。ごめんなさい、じゃあ重ねてですけど、先ほどの会社の出勤のところとかをもう一回確認させてもらいたいんですけど、これ会社は市内の会社なんでしょうか。はい、甲府市内の会社でございます。会社で、まあ、先ほど会社に出勤して会社の方は基本的には濃厚接触者がいらっしゃらないという話なんですけど、もうちょっと、まあ、ソーシャルディスタンスの確保ということなんですけど、その1メートルとかですかね、どうでしょうか、その辺の距離の取り方というのは。会社の方からは2メートル以上の間隔を空けて、仕事の方をされていたというふうに伺っております。まあ、あとは何て言うんでしょうかね、例えば接触する、ところがその共通であるとか共通でないとかですね、そういうところも確認をされてらっしゃるわけでしょうか。例えば食事の時間とかそういうことになろうかと思うんですけれども、この発症日の前、まあ、11日になるわけなんですけれども、出勤をされた11日についてはお一人で食事をとっていたということもございまして、現時点において濃厚接触者には該当する方はいらっしゃらないという形になって判断しております。あまり残念な聞くとその個人情報の話もあるので難しいかもしれないんですけど、仕事働き方としては例えばその営業職で対人ね、他の方と対面機会があったのかとかですね、その辺はどうでしょう。この人のこの患者の患者様の仕事につきましては内勤でございまして、外部との接触はないお仕事に従事されているというふうに伺っております。あとは通勤手段というのはどうでしょう。主に自転車などを使う中で出勤をされておりまして、公共交通機関を使うことはないというふうに伺っております。よろしいですか。他はございますでしょうか。うん、NHK の宇佐美と申します。5月12日に熱があったのが最初というふうに見えるんですけど、それ以前になんかその相談歴だったりなんか気だるさとかそういうのはなかったんでしょうか。はい、聞いてる範囲ではございません。あと、休日は基本的に自宅で買い物には出たということだったんですけど、この買い物は市内のお店ということで大丈夫ですか。はい、市内のお店です。同居人1名が濃厚接触者というふうにあるんですけど、現時点ではこの1人だけという考えで合ってますか。はい、結構です。この1人は親族か何かでしょうか。申し訳ありませんが同居者という表現でお願いいたします。あとこれまでにその56人の方が感染されていると思うんですけども、その方たちとの関係性というところではどうでしょうか。今のところ特段のつながりはないように見受けられます。今お話を、まあ、ご本人からも聞く上で感染源というところではどのようにお考えですか。まあ、現在までの調査の状況でということですけれども、やはりどうしても市中感染が疑われる事例と考えざるを得ない状況だと思っております。まあ、そういうことから言いますと、市民の皆様にはいわゆるソーシャルディスタンスの確保とか、マスクを着用に努めていただく、また手洗いの徹底や手指の消毒に努めていただけるようお願いしたいと思います。あとすみません、最後、会社に出勤した日なんですけど、仕事中はお一人で食事をされていたということだったんですけど、その後なんか
最近結構お店とかも再開し始めているところとかもあると思うんですが、そういったところには立ち寄ったりはしてないですか？行動歴をお伺いする中では、当日、11日ですけれども立ち寄ったところはないというふうに聞いております。ありがとうございます。はい、他にございますか？どうでしょうか？はい、どうぞ。すみません、朝日新聞長沼です。先ほどもう一つ確認なんですけど、発症はこの12日が発症で、それ以前は症状がないと、発症日が12日だということでよろしいですか？はい、調査の中ではそういうことです。そうしましたら、この方の場合って発症してその日にセンターに相談した、で相談をして医療機関 A を受診して入院ってあるんですけど、これ入院っていうのはあれですかね、その入院っていうのはなんかよっぽどその症状が重くないと入院にならないようなイメージが私受けたんですけど、どうなんでしょうか？これは病院の判断ですから何とも言えないんですけども、急激な高熱で入院をするものと判断されたということだと思います。ちょっとここは思いますとしか言えませんけども、確認なんですけど、センターに相談をして、センターからそのいわゆる帰国者接触者外来に回ったわけじゃなくて、これ一般病院に行ったということなんでしょうか？この方たまたま帰国者接触者相談センターでお話を聞く中で、この患者になられた方が医療機関 A の受診経験があったということと、当該、医療機関 A は PCR 検査のための検体採取が可能だということを相談センターなどで承知してましたので、こういう経緯から、医療機関 A へつないだということでございます。こういうその帰国者接触者外来につながず一般医療機関につなぐケースっていうのは他にもあったんでしょうか、今まで？私が全部知ってるわけじゃないんですけども、例はもしあっても少ないと思います。一つにはその今その相談 その目安が国の方が下げられたりして、でその相談の目安が下がったことと今回の影響っていうのは何かあるとかお考えでしょうか？特段ないと思います。はい、その当日に相談して即日検査をするパターンっていうのはあまりないような気もするんですけど。いえ、相談センターにあって接触者外来に、記憶者接触外来につないでいる例はかなりありますので、相談があった日に検査を受けている例はあると思います。相談の日にあって、検査に回るってことは確かにあるかもしれません。その発症してすぐにこういう形で検査まで、発症日に検査まで行っているケースって少ないような気がするんですけど、ちょっと調べてみなければ分かりませんけど、数たくさんあるとは言えないとは思います。相談、そうですね、さっき言った、相談の過程の中では PCR 検査の実施をこう検体採取をした方がいいっていうふうな判断もそこではあったんでしょうか、相談の過程の中では。はい、相談センターとしては PCR 検査した方がいいという判断したようです。よろしいですか？他にございますか？おかわすいません。どうぞ。倫理の信也と申します。濃厚接触者この人以外にはもういないということで、あくまでも現調査時点では一人という確認です。今後の調査の中ではまた出てくるかもしれませんけども、申し訳ないですけど現時点ではということでよろしくお願いします。PCR 検査も終わってるんです。
先ほど聞いている限りですと、現在A 関係の方に検体が搬送されたというところまでは確認してここに及んでいます。ありがとうございます。他にございますか。とはいえですね、こちらです。確認なんですけれども、同居を一緒に住んでいる方っていうのはこの一人だけっていうことでいいですか。二人暮らしってことでいいですか。二人暮らしでございます。わかりました。あとこの方国籍日本でいいですか。国籍につきましては個人情報に該当することから公表は差し控えさせていただきます。わかりました。ありがとうございます。いかがでしょう。他にございますでしょうか。毎日締めたメダです。12日に陽性判明して13日で入院というのは、これは夕方に陽性判明したから翌日に入院したということになるんですか。当日には入院したんですか。まあ経過的には当日は入院してないんですが、入院どこの病院に入院をしていただくかという判断は県の本部の方の、が行っておりますので、そこについては調整が時間がかかったのかなということもあるかと思います。可能な限り、県内の宿泊施設かどうかというのはお答えいただけますか。県内の医療機関ですから宿泊施設ではございません。ありがとうございます。すいません、PCR 検査を濃厚接触者として受けているこの一人の方は今はもうすでになんか発熱とかの症状とかは確認されてますか。特段症状はないと聞いております。ありがとうございます。他にございますでしょうか。はい、すいません、たびたび先ほどの PCR 検査を実施した、これは検体採取したっていうところだと思うんですけど、この検体採取した医療機関というのは感染症の指定医療機関ではないということでよろしいですか。もう一回。はい、すいません。医療機関は感染症指定医療機関ではございません。それでその13日の入院のこの医療機関というのは感染症の指定医療機関だということでよろしいですか。ではないんですが、感染症に対応する施設設備が整っている医療機関ということ。はい、わかりました。ありがとうございます。他にございますか。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。